こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアの悪夢ということでね。オーストラリア、アマゾンが入って、非常に高く物が売れる可能性が高まっているとで。適切な商品を適切に出せば、もう売れますで。儲かります。ところが、なぜ今までね、そのまともなネットショップがなかったのか、それについてはね、結構郵便の問題ともありまして、 注意して納品しないと、あるいは自己発送なんかで売ったときはね、発送方法を工夫しないと、まあ、商品届かないと、ね。商品どっか行っちゃう。まあ、今回私が自分で送った商品で、まあ、幸い商品はね、どこにも行かなかったんですけど、ただ、日本からオーストラリアの自分のところに送ってね、届かず戻ったというのがありましたんでね、まあ、その時どんな風になったか、まあ、それをちょっとね、解説して、 まあ、対策なんかを話したいいと思まますまず、これね、えー、オーストラリアポストに、えー、問い合わせた返事、もう定型文なんでね、えー、まあ、拡大してみてもあんまり意味ないですけど、えー、定型文です。ね、えー、送れないものもあるとね。ねで送れないものもあったり、送れるものでも、えー、税関なんかで、ね、手続きが必要だと書類を受け取ってその手続きが必要ですという定型文です。 もちろん定型通りにね、なってらその手続きをするんですけど、まあそれがないのに問い合わせしているのにその役に立たない返事しか返ってこないと。まあこれはね、サポートがサポートになってないっていうのは、まあ基本的にオーストラリアに限らずアメリカもそうですし、まあほとんどの Amazon もそうですし Google もそうですしね、えー、困った時に質問しても全く役に立つ返事は返ってこないというのが逆にこれ普通だと思った方がいいです。でね。 日本側でも、まあ、オーストラリアちゃんとやってるという返事,返事が返ってきてるんでね、送料とは返,送でき返金できませんと。ね、商品がオーストラリア側の落ち度で戻ってきたのに、送料丸ンというような形に、この件はなってます。ね、サポートがサポートになってないと。提携分が返ってくるだけ。そして送料戻らない。ただね、EMS だったおかげで、まあ、商品が戻ってきただけラッキーだというような、ね、形でした。 はじ、まあ、めに、えー、日本側に問い合わせたと。ね、えー、荷物が1ヶ月以上税関に留まったまま何の連絡もないと。ね調査をお願いしますという、えー、連絡を出しました。そうするとね、えー、日本側は書面で出せと。ねえー、で、えー、書面を出さないと何もできませんという返事なんで書面を出しました。で、書面を出すとね、えー どういう状況か、まあ、説明してね、シドニー到着、税関に移行したと。ね、で、シドニー税関から、えー、ブリスベン、ね、関税手続きに行こうと。な、なぜかね、えー、ワインがシドニーの税関にあるってことになってたんですけど、えー、後からオーストラリアポストに問い合わせをしたら、急にブリスベンに移ったと、ね。これはね、多分ね、スキャンの方法を間違えたかなんかでね、ほったらかしになってたなと思うんですね。 でスキャンの方法を間違えてほったらかしになってて、オーストラリアポストと日本郵便に問い合わせをしたら返事をしたと。まあ、その返事をもって、えー、回答終了と。ねで役に立たない回答でどうしようもない回答なんですけど、えー、何しろね、ブリスベンにあるものをあのシドニーにあるからシドニーに問い合わせろっていう返事しか来なかったんで、まあ、それで問い合わせても当然わからないと。ね、えー、だけど、適切な返事をしたからね、ね、えー、きちんと仕事はこなしました。 よって送料等の返金もできないしね、えー、商品を受け取らなかったあなたが悪いというような返事で終了ですですのでねこれあの何か変わったことをやるとまあ、変わってるったってね、えー、税関手続きってのはそんな変わっていることだとは普通は思わないですけどただオーストラリアの基準だとは変わったことなんでしょうね何か変わったことをやるとまあ なんでこんなアホな間違いを起こすのというようなことがね、よく起こるのがオーストラリア。だからね、えー、極力、ね、多少原則を反したりね、えー、する形でも、極力分かりやすく間違いがないように、普段通りの手続きで荷物が届くようなやり方で送らないと届かないことがあると。で、この件はね、えー、まあ、たまたま送料だけ損して、まあ、商品は戻った。ね。まあ、 トータルではね、えーまあこの動画では詳しく言えないですけど、ま、あ損はしてないんでね、ま、あよしとしましたけど、まあ、ただね、えー、普通に送っても商品が届かないことがあると。商品届かなくて問い合わせをしても何がどうなってるのかわ、えー、かんないと。ね。 アゲの果てにめちゃくちゃな返事が来てね、ね任務完了みたいな感じになるのはね、まあオーストラリアのまあ奥深さというか面白さというか適当さというかいい加減さというかね、そういう形なんで、まあこういうケースはね、えー、まあ長いこと取引してればポチポチ出てくると思います。もう そう,いうそういうもんだと割り切るしかないんでね。なんでこうなったんだとかね、いろいろ考えたらおかしいじゃないかって言ってもストレスがかかるんで、まあその間違いを起こさないようにね、えー、極端に言ってしまえばうまくごまかしてね、えー、できるだけ手続き少なく商品が届くような送り方をするのがまず発送方法の原則だという形でね、考えてサポートしてきますんで、まあちょいちょっとね、えー、おかしいんじゃないですかというのがあってもね、 えー、正しいやり方じゃなくてトラブルの少ないやり方をしないと、まあ、オーストラリアはスムーズにいかないんで、ねまあ、それをちょっと、えー、覚えておくというか、えー、例えとしてまず郵便事情は最悪とで他にも最悪シリーズいっぱいあるんですけどね、まあ、今回は郵便とりあえずね、えー、普通に送ったのになぜかシドニーにあると言ってるものが実はブリスベンにあって シドニーにありますよという回答をしたのをもって、オーストラリアポストの、えー、任務完了という、よく訳のわかんないね、えー、理屈で、まあえー、商品が届かず、保証もされなかったという事例がありましてね、まあ、こういう例がね、えー、しょっちゅう起こるというのをね、えー、こういう例が起こらないようにサポートしてるんで、まあ、原則と違ったサポートがあるということをね、まあ、ちょっと、えー、例として、 郵便が届かなかった事例をご紹介させていただきました以上テンパーアカデミー堀秀夫でした